ん？高巻さん？わあ！ほら言わんこっちゃない。あ、消えた？あ、なんだ。これだけは誰にも渡さん。これは俺様が上司である証明。この世界のコアだからな。あいつ、私のことあんな風に見てるってことよね。うん。よう変態、待ち伏せかよ。探す手間を省いてやっただけだ。俺様が直々にここで始末してやる。こっちのセリフだ、テクハラ野郎。勝手な勘違いだな。勘違い？どこがよ。人に言えないようなことしてたくせに。お前、隠してくれたのは周りの連中だ。ああ、俺様の自責にあやかりたい大人や勝ち組願望の強い生徒たち、そいつらが進んで俺様を守ったんだよ。みんなで得するためにな。確かに、言いようによったらね。得だ？わからないバカが多すぎるんだよ。貴様、青臭いガキどもも、飛び降りやがったあの小娘もな。そうね、あんたにいいようにされて死んじゃおうとか、ほんとバカ。それに気づいてあげられなかった私はもっとバカ。けどどんなバカでもね、生きてくことにあんたの許しなんかいらないのよ。偉そうにするなよ、取り柄もない凡人が。俺だけの才能を俺のために使って何が悪い。俺様は他の人間どもとは違うんだよ。そうね、お前は人間なんかじゃない。ゲスな欲望に取り憑かれた最低の悪魔よ。そうだ、俺はお前らと同じなんかじゃない。この世界を支配する悪魔さ。すごい顔になってる。どんな形になるんだろう。え、なんだこいつ。なになに、なんか出てるよ。欲望だ、完全に。全部俺様の勝手だろうか。アシュラみたいになってる。決着をつけよう。いい、いいセリフだけしゃべってほしい。うわー、ない、うわぁ。凡人よ、クズのクソガキが人に指さすなって習ってねえのか。あ、なんかもういろんなところにもう生理的に無理が詰まってるな。ワイングラスの中に高巻さんいるし、で逃れられないバレー部と。見ろ、お宝あそこだ。あ、これね、オッケー。隙をついて取ってやろうぜ。で、優勝トロフィーにはそれに群がる人たちを表現してるのか。やつを攻撃してチャンスを伺うぞ。はい。曲おしゃれすぎ。この人にもったいないよ。あ、あれ、ナイス、今のめっちゃいいよ。みんなやっちまおう。やっちまおう、曲かっこよすぎ。カモシダ、アスモデウス、スグル。アスモデウスか、言えてみよう。どうしよっかな。次は誰だ。次は高巻さんか。まあとりあえずあのあれ、あのそういえばケルピーね、なんだっけ。あ、そう、ダンジョンミッションを見たらケルピーが出てきた。なんか水の、水に住む馬らしいね。そう、へーってなった。アガシオン、アガシオン、エイハを使ってみよう。いただいていく。56、56で全然減ったような感じないのか。まあ、ボスだもんね。ペルソナ一番ね、これで弱点ないよね、ボスに。ないと思う。
スキルを使っているさな。ちょっと1ターンでようやくちょっと欠けてきたかなぐらいな感じか。ペルソナ、インドアタバレーボールアタック、なんとなんと22回行動。あ、いいね、いい、めっちゃいいよ。ちなみにさ、ちなみっていうか1人だけだよね。10は84、いいね。ペルソナ、これ何？味方一体を中回復、いいね。なんかあったり怖いから回復しとくのはありよりのありなんだよね。必要ね。まあ、スキル使いまくっとこう。で、なんか貯めてきたら防御したりする。うわー、2回は嫌よ。そうね、こういう時に2回やって、まあ、ペルソナー、回復しとこう。モルガナはちょっと悩むところだな。ペルソナ、まあ大丈夫かね。勢力状況、もう完全に終わったじゃん。回復だと、あの中のやつ食ったからか。ならトロフィーからぶっ壊した方が良さそうだな。あ、そういう感じ。OK。痛いな。で、ここで初めてトロフィーが操作できるようになった。これのガキはガンネックスに触ってくるわ。やめろ、教えたからな。やめろって言われると逆にやりたくなるんだよな。なあ、あ、てか右上にちゃんと何やるか書いてるんだ。優しいね。回復をしておきましょう。あんまり減りすぎるとぶっ込め、ショーで完全回復しなくなるから、その時は中回復のやつ使おうね。弱点なしだね。アンシャブリ、うわーうわー、出すな出すな出すな。あーいった。下げたい。たるんだ、たるんだ、あ、そっか、たるんだ。他の子、あ、間違えた。そっちじゃない。ペルソナ回復、感謝するぞ。ペルソナか、あ、これもあったね、攻撃力か。やっちまおうぜ。何ターン？ 3 ターンか。たるんだは結局あれよね。で、いて、もう一回ごめん、たるんだを。これは普通に戻った。あ、間違えた。やばい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 、アイテム使う。回復しようと思ってたのに忘れてた。 50% 回復のやつ何？50回復でいいかな。89こうかな。これだろ。あー、全然だな。次がこの子でしょ。だから、ここでペルソナだ。
ティアを自分。いいね。42。攻撃力下がってるのか分かんないね。まあこっち行きましょう。これ何？火炎。でも近接で攻撃しよう。で回復を。どうして、どうスキルよりも殴った方がよくない？おっしゃ、嘘だろ、全日本で優勝の時の。あ、全日本で優勝したんだ。よし。でもさ、バレーってみんなの力でもあるしね。ホールアップ。こんなことして許されると思ってんのか、俺様はな、俺様はな、かもしれないだぞ。それがどうした？だから俺様はかもしれないんだ、俺様は王なんだ。人のこと見下してるくせによ、今のお前すげえだせ。わざわざ取りに来てやってんの、さっさと渡してくれる？黙れ、貴様らなんぞにこれは渡さん。まだそんなこと言う元気があるのかよ。ならこっちも本気でやってやる。あ、ラッシュ入った。170。俺様は王だ、俺様が王じゃなかったら誰が王なんだ。どこまでも俺様に駆けついて、これはとっておきを選んとな。どれどもあれ持ってこい。あれ、ブイブイ言わせてた俺の必殺スパイカラー、カラーなずコラースパイカラー。どうしたドレード、俺様のボールは無駄だから。確かに必殺って必ず殺すのか。あ、すみません鴨志田様、ただいまお持ちいたしました。三島くん、認知存在って書いてある。遅いぞ三島、このクズの薄物だ。三島、なんでこんなところに。落ち着け、あれは鴨志田の認知上の存在だ、本物の三島じゃねえ。この感じ攻撃が来るぞ、防御するんだ。はーい、三島にはあれできないみたいですね。防御します。必殺技に気をつけろ。はい、おーし三島、俺様にパスだ。クズでもそのくらいはできるだろう。いきます。トス。俺様の偉大さを知れ。わーわー、地球が崩壊する。やっぱり三島じゃ、いまいち調子出ないか。じゃあ誰なりんだよ。おい、目障りだ、さっさと消えろ。申し訳ありません、鴨志田様。次だ、次、さっさとボール持ってこい。これが定期的に来るのか。誰誰誰、鴨志田様、ボールをお持ちいたしました。いい子だ、鈴井。え、鈴井ちゃん可愛いな。そう、女どもも俺様に対して忠順であるべきなんだ、こいつみたいにな。ワンインの高巻さんはそうじゃないの。嘘でしょ、志保がどうして。めっちゃ可愛い。パンさん落ち着くんだ、あれは本物じゃないぞ。そうだよね、でもこんなのってちょっとショックよね。くそ、鈴井まで、てめえもう許さねえ。なんかさ、一番最初のさ、もう一度見たいんだな、俺の必殺スパイク。一番最初のボスからインパクトありすぎでは。ペルソナ5ロイヤルどうなっちゃうの。
パイクに集中するカモシナに攻撃し続ければスパイクを防げるだろうか、それとも認知の鈴井を倒して鈴井のトスを防ごうか。認知の存在をなら攻撃しても実際の鈴井には影響ないはずだが、どうする気分は良くないな。カモシナを狙おう。了解さ。じゃあ防御しなくていいってこと？でもルソナ、エルソナ、みんなダメージ受けてるんだよね。全体回復なんか持ってなかったっけ。やってやる。味方全体味方一体全開。攻撃のリンゴが全体回復か。え、でもなんかもったいないかな。ラストエリクサー使えない病がここに。道具はやめよう。少なくともレン君は大丈夫だな。攻撃するか。ごめんね遅くて。いただいていく。65。やっぱりそんなに強くないんだよね。こうしよう。見事な判断だぞ。161回復。ユージも大丈夫かな。証しを見よう。ポイントな。ポイントな。回復しない方が良かったんかな、これ。ああ、ちゃんと打ったんか。え、これ毎回来るんかな。ああ、でも必殺技なくなってるね。なるほど。じゃあ今のは私の判断が見誤ってたね。自分回復。くそ、セルサ。体力残りわずか。はい。はい。すまない。どうしよっかな。何回復にしよっかな。50回復。ほらよ。うん、助かったよ。いけるかな。ここでペルソナだ。はい。助かったぜ。59。これ何だったっけ。回復じゃない、攻撃力上がるんだ。よくないよくない。ペルソナカルンダを、で、攻撃。お金。ありがとね。うわ、ナイス。あ、これが必殺？こっちのセリフなんだけど。でもなんかさっきさ、攻撃し続けたらうんたらっていう話してたよね。どうしよっかな。90でいけるかな。まあ倒れちゃったら倒れちゃった時で。あ、こんなのあった。あ、でもさすがにこれ使うのはね、ちょっとこの子はダウンロードコンテンツの子なので、そこまで使うのはなって思っちゃうんだよね。ちょっと攻撃し続けてみよう今回は。あ、ダメージでイラつき始めたようだ。あ、いなくなった。足元にいた人たちはもう逃げちゃったってこと？
生徒を奴隷みたいに。ふざけんな。奴隷みたいにつか奴隷なんだよな。鴨志田、絶対許さないから。本人的には力ずくじゃ拉致が開かないぜ。何？特殊な作戦を指示する。バトルによっては仲間に普通とは異なる特殊な作戦を指示できる場合があります。そうした作戦では成功すれば戦況が大きく有利になります。逆もしかりなんかな。仲間の提案を参考にして成功しそうな仲間をうまく選びましょう。お。ただし特殊な作戦を行う仲間は別行動となるため一人少ない状態でバトルをすることになります。その点も考慮して慎重に仲間を選びましょう。なるほど。どうする？どうする？王冠だけ狙おう。お宝を先に奪え。言ってること一緒じゃない？お宝を先に奪おう。なるほど、ならばプラン B で行くか。そんなのあった？見ろ、あのテラスのとこだ。鴨志田の気を引いてるうちに誰かをあそこまで行かせるんだ。え？鴨志田に気づかれないようにお宝を取っちまおうぜ。あの王冠取ってやろうぜ。鴨志田のお宝を奪わなければ誰をか派遣しようか。俺いつでも行けっから。チュートリアルは十字だったよね。我が輩の手並みを見せてやる。俺てかキモ、私ばっか見てる。あー、じゃあ高牧さんじゃないんだ。私高牧さんかなって思ったんだけど、まあ、それでも重いよね。でモルガナは我が輩の手並みを見せてやる。あれになっちゃうからなんだっけ。あー忘れた。フニフニになっちゃうからリュウジンやっとこう。よっしゃ、攻撃して気を引いとけよ。そうこなくっちゃ。攻撃してカモシタの注意を引くんだ。オッケー。全然効いてないぞ。もっとガンガン攻撃しないと作戦がバレちまう。あー、じゃあここ回復しない方がいいか。攻撃して鴨志田の注意を引くんだ。はい。全然効いてないぞ。もっとガンガン攻撃しないと作戦がバレちまう。まだ大丈夫かな。90すごいね、一味違うね、ペルソナ5。攻撃して、カモシタの注意を引くんだ。まだまだだ。この調子で攻撃して注意を引け。まだ全力でいいかな。何に縛されたの？うわー、危ねえ。ナイス、今のでかい。カモシタの注意を引くんだ。この学校はな、俺様がいて成立してんだ。貴様だけなんだぞ、この俺様を敬ってないの。バカなこと言ってんな。まあいいや、この隙に頑張れ頑張れ。うわ、いたいた。攻撃して、カモシタの注意を引くんだ。そろそろやばい。全然効いてないぞ。ゲッツレディー。さすがに回復する。47。我が決意の証を見よう。でもどっこいどっこい。ナイス、いいね。どっこいどっこいなんだよね。全然効いてないぞ。もっとガンガン攻撃しないと作戦がバレちまう。いい、使っちゃおうかな。44。攻撃して、まだ大丈夫。まだまだだ。この調子で攻撃して注意を引け。痛い。78か。さすがに回復しとこうかな。俺様とお近づきになりたいってんで向こうからオーションかけてきてんだ。はっ、バカすぎる。まあお宝に近づけていいけど。こういう感じなんだ。それが本番だ。うわ、待って待って待って、順番おかしくない？聞いてないよ今の。
全然効いてないぞ。ペルソナもっとガンガン攻撃しないと作戦がバレちまう。感謝するぞ。バレることあるんかね。今私はどっちかっていうと脳筋で攻撃してるだけだけど。攻撃してカモシタの注意を引くんだ。全然効いてないぞ。マジだかね。攻撃しないと作戦がバレちまう。ナイスいいね。攻撃してカモシタの注意を引くんだ。これやってみた身はあるけどな。あ、これ HP 回復なんだ。全然効いてないぞ。めちゃくちゃすごいね。24でそこまでできるんだ。まだ後悔しても怖い。攻撃してカモシタの注意を引く。今気づいた？やっぱりそうだ。足りない。どこ行った？気づくの遅えよ、バーカ！おお、やった。ナイス。ああ、俺様、一番大事だ。いいぞ、カモシタが動揺している。いけんじゃないこれ。シャドウ、カモシダはしおれている。しおれてんの。どうしようかな。ペルソナ、ペルソナ、この技じゃない、まあ、攻撃し続けようかな。おに、いやなるほど、畳みかけよう。いいね、せいや。しおれている。うわー、いけるか。ナイス。おお、12,000円。レベル10。力が倍速。おっしゃ、レベルアップ。